私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。永遠の存在木村拓哉もランクイン。顔面レベル最強の圧倒的トップ吉澤明を破り、トップに輝いたのは、トップになったのは。本サイトでは毎月今一番旬な男性について10ケラ50代の女性200人にリサーチするイケメン総選挙を実施。先月は10月期ドラマに出演中のイケメンが続々ランクイン。今月はトップ3が大変動、不動のトップがついに交代。早速トップ3を見ていこう。2022年11月イケメン総選挙トップ3ランキング。四角キンプリ平野紫耀が初のトップを獲得。第1位は、KNG&FOX の平野紫耀。平野は、主演ドラマ、クロサギが話題だが、そんな中、2023年5月に平野、岸優太、神宮寺優太がグループを脱退、残る永瀬門と高橋山の2人がグループを続けていくことが発表され、世間を騒がせた。グループの脱退、ジャニーズ事務所の退所も決まっている平野には、整ってキリッとした顔立ち、男っぽさがすごい、27歳、女性、主婦、誰が見てもイケメンだと思うはず、31歳、女性、主婦、顔が整っていて、スタイルも良いから、笑顔も素敵、49歳、女性、金融関係、顔面国宝です。性格も最高、48歳、女性、総務人事事務、顔の整え方が、ピカイチ、32歳、女性、主婦、以前より男っぽくなった気がする、47歳、女性、総務人事事務、綺麗な顔立ちと天然な性格のギャップが魅力的、23歳、女性、学生フリーター、どんどんかっこよくなっている、54歳、女性、主婦、顔が綺麗で完璧、32歳、女性、小さい顔に対してパーツのバランスが良い、56歳、女性、営業販売、など、様々な魅力が上がった。資格第2位は、アップに耐えられる美顔、吉澤明。第2位は、吉澤明。主演ドラマ、ピクー小児集中治療室、フジテレビ系、が話題の吉澤。先月まで9度のトップに輝いてきた吉澤がここに来てワンランクダウン。2023年1月6日には役所広司東野子役を演じた映画ファミリアの公開も控えている吉澤には、高画質テレビでアップに耐えられるほど美しい顔、57歳、女性、主婦、顔面レベルが高すぎる。テレビの画面で見るための顔だなと見るたびに思う。36歳、女性、主婦、どの角度から見ても、誰が見ても綺麗な顔。31歳、女性、医師、かっこいい。泣き顔も綺麗。41歳、女性、総務人事事務、ドラマのアップのシーンなどで改めて美しいと感心してしまった。53歳、女性、主婦、女性の肌よりも透明感ある肌質。目、心が綺麗な感じがするので吸い込まれそうになる。49歳、女性、総務人事事務、目鼻立ちのバランスがズバ抜けていると思う。53歳、女性、主婦、笑顔の演技が魅力的。58歳、女性、主婦、どの角度から見てもイケメン。16歳、女性、学生フリーター、など、ルックスを称賛する声が続いた。資格10位圏外から急上昇の木村拓哉が第3位。第3位は、木村拓哉。10月の同ランキングでは、10位圏外だった木村が、ここへ来て急浮上。木村は、2023年1月27日公開の主演映画、レジェンド&バタフライで、織田信長役を演じるが、それに先駆け、11月6日には、岐阜信長祭り、の騎馬武者行列に織田信長役で登場。映画で共演している伊藤英明と共に馬にまたがり、岐阜の街を練り歩いたことが話題になった。11月13日の誕生日で50歳になった木村には、正統派イケメン。キムタク以上のイケメンは、そうそういないから。岐阜の信長行列が、かっこよすぎた。いつでも旬だと思う、28歳、女性、主婦、雰囲気や立ち居振る舞いがすごい。男らしく惹かれる、47歳、女性、
研究開発、50歳になり、若いままだが渋さが目立ち、イケてるおじさんになって人気がまた出てきていると思う。岐阜の織田信長もかっこよかった。40歳、女性。顔だけ良くて演技力皆無な若手イケメン俳優が多い中、顔の良さと演技力が伴っている真のイケメン。瞬間系なく昔からこの人だけ。57歳、女性。やっぱりキムタクは永遠。35歳、女性。芸能人に詳しくない私でも知っており、いつもかっこいい。26歳、女性。事務職、今も昔も変わらずかっこいい。29歳、女性。主婦、イケメンで仕事もできて家族も素敵。人生がイケメン、36歳、女性。主婦、など圧倒的な存在感を上げる人がほとんどだった。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。